皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、歯ぎしり改善。歯ぎしり改善のトレーニングをやっていきたいと思います。了解です。はい。早速じゃあそちらをご覧ください。どうぞ。はい、それでは歯ぎしり改善トレーニングを行っていきたいと思います。歯ぎしりってどうです？僕は結構歯ぎしり悩まされてる感じですね。歯ぎしりってね、ストレスがある方はすごくなりやすいです。ギクですね。はい、でもね、やっぱり歯ぎしりっていうのはすごい大事なことなんですよ。でもそれが行き過ぎるとやっぱり歯疲れたり、口がすごい疲れて朝飽きづらいってこともあるんで、ちょっとその改善のトレーニングやっていきたいと思います。なるほど、はい。じゃあまず口を、歯を5ミリぐらい、ひっつかないように5ミリぐらい開いて、はい、この5ミリぐらい開いた状態から下の顎を思いっきり出す。うん、ちょ、いけるじゃないです。そう、思いっきり出す。この状態でまずじゃあこっち右に行きましょうか。右に動かす、はい、ゆっくりね、ゆっくり右に動かす。続いてこの状態からゆっくり左に動かす。これを10回やっていきたいと思います。はい、行きましょう。じゃあまず行きますね。はい、はい、口を5ミリぐらい、歯と歯の間が5ミリぐらい、はい、この状態で前に出す。じゃあゆっくり行きますね。まず右から3、はい、1で2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。今まで一応10往復やってます。結構どうです？すっごくこの辺に力が入る。そう、うん、だからここしっかりトレーニングすることによって、うん、夜の歯ぎしりもなくなります。なるほど。寝る前にやったらいいかな、これは。寝る前にやってください。了解です。そうすることによって朝すごい口が疲れたなとか、口が開きにくいとかで悩んでる方多いと思うんで、これ改善しますので、ぜひやってみてください。そうですね。まあ僕らも治療しててこの辺がすごい緊張してる方っていうのが結構歯ぎしりされる方多いんで、はい、多いです。今の運動は結構この辺りや顎関節ですね、はい、この辺をしっかり動かしてるのがすごい意識できたんで、はい、おすすめだと思います。はい、はい、今日はシュールな動画でしたけどね。はい、ちょっと変顔みたいな感じです。はい、はい、これふざけてるわけがありません。トレーニングしてます。トレーニングします、はい、ふざけてました、すいません。はい、ということで皆さんもぜひやってみてください。ということで、これで歯ぎしり改善のトレーニング、また皆さんやってみましょう。以上です。さよなら。